さあ始まったよな君。信じ抜け。はい。ということでね、昨日の K チ,ンチャンネルについて今日も YouTube のね、とあるチャンネルのとある番組の解説をしたいと思うのでお願いします。はい。はい。大丈夫お願いします。はい、えー。ウィンウィンウィン。はい。出た。 これがね、えーまあ、中田のあっちゃんのね YouTube 大学と、えー、宮迫さんのチャンネル宮迫ですのコラボ番組として始まったわけなんやけれども、うん、まあこれが熱いとめちゃめちゃ熱いんでいまあどこの番組の成り立ちとか何がすごいんかとかをちょっと僕からの目線で僕はお笑い大好きな、ね、人間の熱い目線で最初ちょっと喋ってで、まあ、オーナーはそこまでお笑いとかあっちゃんとかのこういう。 ジャンルの人たちや、ね、いわゆるまあニュースピックス系とも言ってもいいんかなうん、うん、っていう人たちへまあちょっとある程度の距離があるお客さんなわけやな、うん、オーナーはまあそこの目線からも切り込んでいってもらってっていうかさ、うん、はい、はい、っていう感じの構成で行こうと思いここともおいします、はい、ということなけどもね、はい、まあで今言ったようにまあ中田っちゃんと宮迫さんの、まあ、コラボ番組ねやけれどもまあ、うん 成りり、ちとしては、まあ、宮迫ささんが、ね、皆さんが皆ご存知の通り、あのー、吉本騒動で、まあ、テレビ出れなくなっちゃって YouTube を始められたわけなんやけれども、うん、まあ最初ヒカルさんとかレベゼンさんとか、まあ、YouTuber の人は、まあずっとコラボで一緒に「宮迫さんチャンネル」出たはってんけれどもそこにいきなり芸人でコラボしたのがよりによってあっちゃんやったのよね。 うん、うあっちゃんかっこいい,い、うん、そうですよかきんですよでなんででなよりによってあっちゃんなのってなったらまああっちゃん吉本やからっていうことで、うんうん、まあ吉本にある種砂後ろ足で砂場かけたような状態と見れるに <laughs> 宮迫さんのチャンネルに吉本のあっちゃんがで<う>コラボで出てる時点でちょっとおかしいなっていう雰囲気ではあったな。 <laughs> まあでもそれを突破口として、まあ、カンニングの竹山さんとか、まあ、吉本騒動のおかげでやめた加藤さんとかが宮迫チャンネルにもコラボで出てくるっていう突破口になったわけだねんなハンバーグ師匠が出てあげたりとかってなってる中でまたあっちゃんがもう一回出てきてうん宮迫さんが伸び悩んでるんですっていうのを相談してあっちゃんに宮迫チャンネルをもっと伸ばしたいんやけどどうしたらいいかなってあっちゃんに相談してあっちゃんが考えたのがえー 結局 YouTube って何ってなったらそれぞれの武器を全部出していってるんだって昔からの武器を出していってるんだってなって、うん、そうなった時に宮迫さんの武器がまあ面白いトーク滑らない話であったりコントジオン君であったりとかっていうのは YouTube ですでにやってるんだけれども、うん、宮迫さんが出しない切り札があるでしょアメトークでしょって話をしてはって。 のスキルっていうのをまだ YouTube で出しないですよねやりましょうってなったのがこのウィンウィンなのようん、うん、でまあ番組のタイトルの通りウィンが3つまあ宮迫さ,さんにとってもあっちゃんにとってもでゲストにとっても3三三者が得するっていうタイトルね、うんけどもやなそうなのよさらにそこで視聴者もっていうのが、うん、まあそこで後々聞いてくるちょっと話なんやけれどもまあまずはその3者が、うん、ウィンにならないといけないっていうのででまあ 主な、えー、図式としてはあっちゃんの YouTube 大学のプレゼン能力やんなまあしくじり先生から始まった流れねんけれども、うんまあ、ちなみに俺はだから宮迫さんの動画はもう初日からずーっと見てるし。 であっちゃんの YouTube 大学もほとんど序盤の世界史やったはった頃あたりから全部見てるぐらい大好きで2人ともその俺の目線からするとまあそれは奇跡の共演というかそれはいいでしょうっていうのがあるのよね、うんうん、でまあここにも書いてんけどトークの最大公約数かなと思ってて一うう、うん、つがだからそのあっちゃんのプレゼンっていうのを大きい軸にして、うん、で何をプレゼンするか。 ゲストの人の成り立ちであったりとかどういう人かっていうのをプレゼンするのがゲスト、うん、でそれをテレビ前として見せるだからそれが宮迫さんの役割なのよね、うんうん、宮迫さんの司会術やから要するに宮迫さんがいなかったらただの2人の慣れ合いとか2人の紹介で終わんねんけれどもあっちゃんの、うん、それをお客様に向けてこっちに視聴者に向かせるための 役割を宮迫さんが司会として担うっていう図式が、まあ、最大公約数で結局トークバラエティってもう人がぐわー増えていってひなたもぐわーって増えていって、うんうん、テレビまあコロナのせいでちょっと減ったもんあんねんけどねよくも悪くも減ったんやけれども、うん、まあ肥大化していった状態がどうなんだっていう多すぎても別にどうなのってなったらじゃあ最大公約数はこの3人じゃないかなってなったら。 結構ソリッドな感じの、うん、うんすごいストイックな状態のトーク番組として結構素晴らしいなと思ったのがまあ、ね、土台の方の話で,、うん、でそこにデコレーションしていくのが結局俺はゲストのこと好きになんねんか毎回初回が、えー、手越くんニュース元ニュースのジャニーズの抜けた手越くんやってんけど、うん、俺正直あんまり別に好きでも嫌いでもなくってちょっとチャラい感じでどっちかっつったらジャニーズ好きの俺からしたらなんか。 反逆者みたいなな感じやってるなイメージでもそこはあっちゃんの司会術プレゼンの面白さと分かりやすさでさらに宮迫さんのリアクションっていう司会術の,のおかげもあってまあ元々手越くんがすごいちゃんとしっかりしたこうやっていうのがよく分かってあ手越くん好きってなってんな、うん、<う>で今回は第2回西野先生大先生ですよ。 うん、うん。ってなった時に西野さんってねあの、まあ、オンラインサロンやってるわれんねんけれども、うんね、日本最大ので俺の、まあ、弟弟子みたいな子がいて同、うんうん、門をくぐった弟弟子みたいな友達の年下の友達がいんねんけど、うん、その彼が西野サロンに去年入ってんなちょうどで今、まあ、まあ一応念のために、まあ、名前出さんとくけどもまあその彼が結構。 中枢部にに今いてて、て、うんうん、西野サロンを切り盛り盛するる側に入ってるのよね。だからね正直だから俺も原始人やってんなこの中田のあっちゃんの言うところのうん、うん、俺はもうゴリゴリの芸人好きとしては西野さんがもともと数年前にやり始めた時の俺の印象はもうあっちゃんと全く一緒で、うん、なんかおかしなこと始めてるなとか、うん、であ跳ね飛び終わったから西野さん終わったんやって。 ななった時にんかじゃあうーん変な方向の変な詐欺集団を作り出したなっていう印象やね、うん、正直全くうるさなって思い込、うんでほんまにそうなのよ、ね、なんかうさんくさいこと始めてんのかなっていうでまあはっきり言っとくと「キングコングほんまにすごいねんけれどもお笑い好きとしては別に、うん、笑いを自分から発信してる人ではないねんか」例えば「ゴッドタウン」とかで西野さんが出ます「アメトーク」で西野さんが出ますってなったら「 おもろい芸人さんが西野さんの痛いとこをいじって笑いにする、うんうん、でそれに対して西野さんがめっちゃおもろいリアクションをしてくれて笑いになるわけであって。うんうん キャッチャーというかまあキャッチして投げ返す人やねんな西野さんの面白しさってそうなんだそう,そうそうそうやね、うん、自分から投げておもろい勝った試しは1個もないね正直うん <laughs> う 1>、うん、m 1とかもすごい出てはっておめっちゃすごいんやけれども笑ったことはあまりなかったでも「ゴッドダン」とか「アメトーク」のいじられ方してるときにお<う>お「西野さん芸人としてめっちゃおもろい人なんや」って気づいた程度であって それは、うん、でもイコールそのサロンをやってる凄さとか面白さっていうのには直結してなかったんけれども、うん、俺の,その弟弟子が入って中に入り込んでいろいろ話を聞いてるうちにあこんな風な動きしてにおもろいなっていうのでそこでようやく気づきだしたぐらいで、うん、でまあさらにその流れで YouTube 大学であっちゃんをずっと俺は見てる中でもうオンラインサロンをやってはるわけであっちゃんも。 うんうん、ああこ,これはこれでおもろそうやなーっていうのがそこでもようやく気づいてきてだからほんまにね去年とかそれぐらいのレベルなのよねオンラインサロンおもろそうやなーっていうのは。 でももう一個の流れとしてさっきもちょっと出した「ニューズピックス」っていうのも俺結構好きで、まあ、意識高い系の人たちが見るやつやんな起業家とかそこら辺のね落合陽一とかそこら辺が出る頭をキバばキに切れた人たちが喋る頭の話しゃべるお話し合いするやつ,やつな、うん、で分かった気になった気がする番組と <laughs> 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 ねけどニューズピック」俺好きなのはピコ太郎小坂大魔王が司会やってんねんかメイン番組のピコ<だ>太郎と小坂,小太郎は小坂大魔王違いますからねごめんなさい<お>そうですね ピコプロデューサーの小坂大魔王さんが昔から僕大好きなんで、うん、まあその方がやっておられるから好きねんけどもそこにもねあっちゃんとか西野さんちょこちょこ出たりしてはって、うん、オンラインサロンの解説とかもしてはって、まあ、そこら辺もあってあオンラインサロン面白そうやなっていうのがようやく去年ぐらいに興味持ったぐらいなのねうん、うん、でまあ、ちょっと待ってね、ねロビン君、ロビン君、ちょっと待って。よよ入入っってよ入ってははいいどうぞオーナー君 まあまあまあそんな流れがあるから俺にとってはストーリーが出来上がった状態で見てんねんかこの「ウィンウィンウィン」っていうのは前提知識とかどういう見方をするのかっていうのが分かった上で見ていたらめちゃめちゃ面白くてためになってゲストのことも好きになれるいい番組ねんけれども、うん、まあここが僕のターンですよここまでじゃあここからじゃあオーナーはお笑い好きやし見てるけれども。 うんうん、そこまでサロン・ドーノとかあっちゃんとか西野さんとか宮迫さんのドラマをそこまで追いかけてないぐらいの笑い好きのオーナーから見てこの番組、どうでしたかいやな、まあ、俺もさっき、うん、あっちゃんが言ってた原始人、うん、もうゴルゴリ原始人、はいはい、現在進行形でまあ原始人が側なんけど、だからなさっき言ったようにあ,のあっちゃんも言ってたけど、新手、うん、の詐欺だとか、うん、ちょっと宗教じみてる。はいはいはい ちょっとなんやろな、自分、来てはせえへんねんけど、自分の住む世界とはちゃう人たちやなっていう。乗り切れへんってことやんな、感じ乗り、ちょっとその乗り、ちょっと分からへんなっていう感じの立ち位置だけな、俺は。今回、この「w i n w i n w i も俺は初めて、第2回から見させてもらったんやけど、今回やるんやなって。まず、テレビ、まず面白かったとこから言うと、面白かったというか、 やっぱり YouTube でテレビ番組を見てるっていうのがまず一つ、なんか面白いっていうか違和感も含めてね違和感も含めなんか、そうそうそう、40分、長尺ですよ、前後編に分けて1時間半ですよ、合計。で、テレビ番組やんないけど視聴者じゃなくて、むしろ観客の人もなんかさ。 そうね、帽子もわざわざ100分も顔出しな感じで。そうそうそう、そうそう、アメトーク意識しとんやなと、あれは思ったんやけど、あの、なんやろな、なんか、なんかまあ人、基本、出演者が3人で、あっちゃん、宮迫さんと、あと今回、西野さんってい感じやったんやけど、ちょっとね、俺はなんか、違和感っていうか、ちょっと、あの、見て、まず思ったのが、あの、よく、 土日の昼間とかに地方局とかでやっとる芸人さんが出とる通販番組みたいな感じかなと思ってえっとねそれイコールすごくうさんくさいっていう言葉も僕出てきてんけれどもであってるかなやなこのなんとこの何々がなんと今なら何千何百円って英国ですかって芸人さんがなはい ででも高いんでしょうみたいなははははいはいはい、はい。うん、で芸人さんが使って「あ本当だすごい僕もこれ買います」みたいな。ほ<ー>、うん、なんかあの感じの芸人さんが出てる通販番組みたいな。はあ<ー>なんかこう<ー>なんやろな芸人さんって本来こう、はい、ボケたりとかみたいに、うん、お笑いをする人やんか。ほほほほうううう。そのなんかお笑いをする人がなんかああいうなんやろ。うん。 通販番組っていうある種死にゲーみたいな感じマシンに徹して広告塔になってるみたいなでこのウィンウィンの場合はそのゲストを売り込む通販番組みたいなことかなイメージでまああのちゃんとあっちゃんさん あちゃんも宮迫さんもあの嘘はついてないねん、うや本当に西野さんとか、あと前回の手星君、ほんまに好きで、ほんまに面白がってくれてるしね、リスペクトしてるのは。まあわかるんやけど、でもなんかやっぱりあのリスペクトしすぎてて、ちょっとあの一般、俺みたいな原始人目線から見ると、ちょっとうさんくさいっていうか、逆に引いちゃうんか、そんだけ売り込まれたら愛があるから。 い<何>があんのはまあ俺はわかんないけどいい、ね、ぶつけ押しが強すぎたら引いちゃうっていうことかなあったのんとトーク全体的にあのテンション高くてそうね、うん、そうそう感じやったから<う>かちょっとね引いた目で見ちゃう<ー>見ちゃったっていうのはあるかなああそれは俺はだから熱いの好きやから熱い目線で見たらこの暑さが良かってんけども、うん、逆にそこまで熱く見れへん 普通に見てるテンションやったら「あちゃあちゃ」ってなるん引いちゃう。そうねんな、そうか。ってなったらオーナーの提案的には何が足りないのでまあ3人やねんな、この番組い。3人やねんけど、俺的にはもう一人いるんちゃうかな、もう一人、食べた目じゃなくて、こう。 他人だからあの、うん、お友達同士というか仲いい人同士でこうリスペクトし合ってる中で話してくるんやけどそこまであの、ね、ゲストとかと関係ないようなと一般人目線というかそういう目線のトークをする人も。アメトークで言うと、うん、それはほなうん言うとホトちゃんかなうん、うん、ホトちゃんみたいな。 出てきたら、まあ、コバがめちゃめちゃ熱いわけやもんな、ひな壇の人たちがめちゃめちゃ熱い熱を持って、ひな壇同士でな、盛り上がってわー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 プレゼンして、宮迫も一応、司会側なんやけど、どっちかっていうと、ひな壇側にガンダムも知ってるし、乗っかってあげる司会術やんな、宮迫さんって。突っ込んだりすんねんけど、お客さんとのバイプレーをしてるんが宮迫さんやもんね、そうで ほとちゃんは、それどういうことみたいな,、うん、な、何がそんな熱いの、面白いのみたいな、うん、そういう目線で。ほとちゃんは、わけのわからんことを急に言い出して、うん、で小がバヤシさんが言うねんな、うん、長期ですか、うん、そうか、そうか、それが足りてないから、ちょっと熱が熱すぎんや、純度を。うん、そうだから、ほとちゃんっていうあの、冷ましてくれる氷がないい,、うん、いやけ あでもそれ聞いて、なんか、うん、じゃあ、改めてやっぱじゃあ、琴ちゃん必要なんやな、雨上がり自体には、うんうん。なんか俺、かなんか原始人目線やから、まあ、もちろんあの。でも結構的を置いてるかもしれないな、それって、あの、うん、今回、先週の放送で、あの、さんまの向上委員会から土田さんが抜けたのよね、土が抜けて。 フジテレビのね,ビのねめちゃイケのスタッフたちが作ってるのおなじみのさんまの向上委員会、うん、もうあれもう一般人誰も見てへんね一般人ゼロ人やねん視聴者 <laughs> <laughs>、うん、俺らみたいなお笑い好きの熱い人間が、ええ「最高やこの番組!」っつって見てんねんけども <laughs>、うん、その番組で唯一さんまさん以外で唯一初回から全部出続けてる人がツッチーなのよね今田さんとかじゃないんですか まあさんまさんの横についてるあの一番ひな壇を筆頭にするポジションは今田さんやったりそれこそこの宮迫さんやったり陣内さんやったりがローテーションで持ち回りで入れ替わんねんけど、うん、土田さんだけはあの右端の右端のおっさんとしてあのずっと佇んでね初回から全部。うんえー やね特に突っ込まへんし何だったらにみつけてんねんなあの人は見てるだけにんでるだけそれってどういうことかって一般視聴者の目線っていうことやもんな睨みつけてんねんあの番組をホルケン何言うてんねんこの番組何やこいつらっていう何の話してんねんっていうさだってもうそれこそもう一般人代表としてはねオーナー君のご親族とかねお母さんとかお姉ちゃんはあのさ和の公聴委員会のこと何て言うとは言んやったっけ あのこの世で一番いらない番組っ実際にあの「工場委員会」とあと「脱力タイム」この2つは何が面白いのかわからないこの世に存在してはいけないこの世に存在しなくていい番組っていうかそれを俺そのセリフがすごい好きでそうやねんなそうやねそれは正直な感想やからそれはそうやねん俺らお笑い好きのゴリゴリの怒られた人間 しか受け入れてはいけないのかって話であってそこをつなぐのがツッチーやったわけで,でアメトークはそれがオーナーが今時点にまあホトちゃんがそのポジションなのよね確かにでホトちゃんであったりとかあのホトちゃんの横に座ってるなんかゲストで出てくる女の子のアシスタントあのゲストの方やったりするわけやんなうんそうかその目線が一個あった方がもう一個先にもっと分母を増やせるんじゃないかなってことかウィンウィンウィン,ウィンも。 なるほどねストイックすぎんのかあっちゃんあっちゃんほんまストイックすぎんねんかこの人 <laughs> <laughs> うんがゆえに純度の高いおもろいものを作ってんるはずやねんけれども、うん、そうだあのそういうあっちゃんとかね、うんえー、宮迫さんとかあとそういうゲストの人とかが大好きな人はとっても面白いと思うねんい、はい、うんけどまあそういう本当の一般人、うん、全員に興味ない人からしたら、まあ、うん そうか、するとツッチーみたいににらみつけてるかもしれんってことな、うん、<laughs> 何を熱くなっとるんだこいつらはみたいなあーでもそれはね、うん、確かにそうやなそうかもしれんな、うん、まあでも今回の西野さんのやつ、うん、やっぱのあっちゃんのはな、うん、あの、うん、宮迫さんに対してのとあとあの彼女の井出さんな、うん いやあの俺らの瞬間泣いたで、うん、やっぱりね、うんあ。あれはね、やっぱ俺から見てもすごい熱いし、うん、熱いし、このテレビはあの1回目から俺は怒鳴り散らしだからね、同じこと言ってたもんな、<う>あれも、<う>宮迫だけを悪くすんな、バカ野郎っつって、<う>うん、あの宮迫をたらいてる人間は、お前らはお前らで頑張れっていう話をしたけれども、うん、なんで彼だけ悪者にしてんのっていう、でまあ昨日の慶ちゃんの時にも言ったけれども、入江さんだけまだスケープごとにされてるから、うんうん こんなことあってはいけないっていうのは言ってたけど、それをねあっちゃんは真正面からリスクしとって怒鳴ってくれはってたね、今回、うん、ウィンウィンウィンで。ああの吉本相談、うん、も入ってる人なのに、うん。でね、今回の放送すごい良かったなと思うのは、あの吉本騒動における得意点やったなと思って。っていうのも、吉本のレジスタンス三人が揃ってんな、今回。 うん、吉本の革命軍であり判断者たちのレジスタンスが3人揃って3人揃って何をしたんやってなったらめめちゃめちゃゃ吉本っぽいねんこれ、うん、吉本のお笑いやねん吉本のトーク番組を吉本の反逆者たちがやってたっていうのは、うん なんかねその謎のエモさとかね面白さがすごく俺にとってなんかお笑い番組としてすごいいい回やったなと思ってねううん,うーんそうやなだからあっちゃんのねあのオンラインサロンプログレスっていうオンラインサロンねけれども、うん、と同時に。 あっちゃんアパレルブランドも作ったってあの服作ったはんねんけどうん、うん、その服のブランドのタイトルが「幸福洗脳」っていうね「気味の悪い」<laughs> <laughs> うん「気味の悪い」「本場のシュー」なそうやね <laughs> <laughs> この番組に俺はキャッチコピーをつけるなら、うん、幸福な洗脳やなっていうのがあってるけど<おー> <laughs> でもそれは確かにオーナーのツッコミ っていうところのまあ洗脳されるかかどうか乗っかるかどうかはお客さん次第やから、うん、なんかそうかもう,もう一個マイルドにもう一個水割り水の量を増やしてもいいのかもしれないかな。うん だまあ、まだ探り探りやし、今、み、うん、回やで、まあ、さらに第2回、1回目、2回目やから、まあ、熱量も半端ないから、余計にそのアルコールの濃さっていうのがね、うんうん、ロックやから、もう完全に、<laughs> 水割りじゃなくて、もうロックやもんな、<お>そうか、その水の部分、ホトちゃん的な部分が今後は出てくるかもしれないねっていうことやな、それになってきたらね。うん そうか確かにいやそれは結構大事な視点でもあるかなうん、うん、もうゴリゴリのお笑い好きの俺以外の人も見るってなったらそれは確かに大事かもしれんよねうん、うん、ほんまやなだから俺も今まあ、漫画家をね一応やっててね漫画描いてるんやけどそこはほんまに意識すんねんなどこまで水を入れるかっていう分量は。うん こういう YouTube とかはロックで出したいからストイックに音声だけのラジオでやってるんやけども分かりにくいわそれも分かりやすくチャンネル登録数と再生数でそううなんだよもどう考えても水で割ってないからこれは漫画描くときはほんまに水の分量をすごい考えて考えてやってるからそれはやっぱ分母は増やした方がいいから作品を作る場合は。 うん、だからまあ,あっちゃんももし聞いておられたらね、なんか、うんうん、次へ次へもっと進化していく番組やと思うから、うん、なんかそこも楽しみにしてますって感じかな。昔な俺、俺<お>、ゲーム作る学校にない時、そのそのゲーム作りのお話で先生が言っとったんやけど、お客さんが全員ゲームがうまいと思うなって。 あのーうん、多少バカだと思え悪い言い方しのそれは日テレの土屋さん、あのー、T プロデューサーね、電波少年の人も言うたはって、すごい悪い言い方やけれども、うん、視聴者は全員バカだぐらい思わないと伝わらないっておっしゃってて、うんうん、ある種当たってるよね、それって。特にゲーム作る人って、ゲームめっちゃやってきた人やから、そういう人らが集まって作ったら、うん ストイックになめっちゃむずいゲームになったりとか、うん、めっちゃ分かりづらいゲームになるから、うん、そうやねんな俺は正直スマッシュブラザーズですら難しくて手放したからあのパーティーゲームですらそこはのバランスって大事やねやっぱり、うんうん、だからそうやなウ,ィウィンウィンの自己矛盾としてはテレビっぽいことを YouTube でやるっていう大ボケが1個あんねんけれどもうん、うん、でもテレビじゃないって っていう矛盾もはらんでる向け,、うん、けてる相手がテレビ見る、うん、一般視聴者じゃないねんな実はそうやねんなだから、うんえー、YouTube って本来5分10分の、うん、短い尺でキッズたちに向けて分かりやすいものっていうものをイノベーションとして変えたのはあっちゃんの YouTube 大学やと思うねんなうん、うん、30分1時間しゃべるだけっていう長尺に耐えさせてんねんなあっちゃんのストークっていうのはそれを YouTube で 一回やったまあ俺らの黒猫屋もせやわなこの1時間とかを下手したらしゃべるのをやるっていうか <laughs> れた会をするっていうのは YouTube 向きではないんやけれども、うん、その YouTube 向きじゃないことをあっちゃんはやりしでかしたわけで、うんうん、その、えー、方程式とかその流れでウィーンウィーンもやってるわけやねんなそれってうん、うん、それってテレビでできひん 長尺、テレビではカットし,しうるものを全部残すっていうのがウィンウィンの良さでもあるんわけやんかそれってだからあんだけゲストのことを掘り下げれるっていう良さもあんねんけれども、うん、と同時に矛盾として自己矛盾としてでもテレビっぽい見方ができひんっていうか、うん、テレビっぽいことやってるくせにテレビじゃないからそこのそごが生まれちゃってるんかな、うん、今のところまだ。うん それがさっき言った俺のなんか通販番組みたいな,な、うんうん、そういうことかちょっと何かうさんくさくはははははは,は、うん、なるほどねいやこれはねあっちゃんどうですかこれは <laughs> 我々のなんかまあ提案といいますかねなんかまあでもあっちゃんも気づいとられるかもしれんけどなそこは見ながら、うん、オンエアチェックしながらなるほどねいやーいやよかった面白い話できたんじゃないかなこれは、うんうん、まあで今回の会は俺大崎会長が 西野さんのオンラインサロン入ってるっての驚きやったからねなあトップがな<れ>っっ結構ぶち込んだであの事実をだって大崎会長何やったらあの俺京都住んでんねんけど京都の KBS っていうね京都のローカル局でラジオやってっからね、うん、大崎さんね<う>なんでって話やねんけども <laughs> <laughs> なんで芸人芸人に仕事を焦る側の社長が自分でぜやくなってもうてるでっていうさ <laughs> ですけど俺も何回も観覧で行ったりとかね知り合いスタッフいたりして遊びに行ったりすることもあるけれどもえ、うん、あっここれ大崎さん来てるの毎週っていうのちょっとめっちゃおもろいねんけど <laughs> あの大崎さんウィンウィン出てほしいなほんまにそれが一応宮迫さんの吉本騒動の一個のゴールかもしれんし、うんうん、なん何か,かねでも奇跡が近づいたっていうあっちゃんのセリフはなんか、うん、今回ので一気になんかね風通しが良くなったなという印象があって。うん <laughs> うんいやーそうかな何かあれかこれ「ウィンウィンに関してうんそやなまあ今後どんなゲスト呼ぶのかやな、うん、あとはそうねだから宮迫さんとかまあその前澤さんとかなんかそこら辺の YouTube もやっててちょっと誤解されがちな人らをプレゼンしてあげたら喜ばはるよねっていう、まあ、司会者目線でね あっちゃんはさんまさんをどうしても呼びたいって言ったはって YouTube やってたんやかそうそうでえへん宣言してはるぐらいストイックな方やから彼は彼でうんまあでも宮迫さんは今さんまさん預かりやから宮迫さんが本気で頼んだらいけるんじゃないかっていうのもあってねうんさんまさんの話をあっちゃんプレゼンで宮迫さんしかはめちゃめちゃ聞きたいなさしくさんまさんの生涯そうやでそれでねウィンウィンウィンよりもうさんま 三御殿にもうジャックされるっていうね <laughs> あっ後になってる品マにっていうのも含めてねああみたいなそれは3 <laughs> 人の御殿は地獄やな、ね、<laughs> 二人しかおらへんでもう, <laughs> もうずーっと宮迫さんとあっちゃんボケさされんで振られまくってもう <laughs> <laughs> ボロボロなって帰ってくでもう最終回やなそうなったらウィーのね <laughs> あーいやーまあよかったなそれぐらいかこんなもんかな いやまあどうなのか楽しみな番組やしねあっおもしろいなやっぱこの人言い忘れてたけど、うん、前後編で分かれてんねんけど、うん、前編があっちゃんのチャンネルで,、うん、で後編が宮迫さんのチャンネルでやったんだよでさらにおまけとして毎回手越くんのチャンネルでドライブトークをしたりとか、うん、で今回は西野さんのチャンネルでピップレイの PV、うん、宮迫中田バージョンの PV を流すっていう、うん、っていう。 階段になって、ね、段階にななっっててる性チャンネルを超えた、うん、そうトリプルコラボってやつでうん、うん、その発想も面白いよねなあれもあの互い、うん、あっちゃんにも宮坂のチャンネルにも行って、うん、ゲストのチャンネルも行くうそ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 こもビンビンビンウィンそうやねでまあ前編があっちゃんから始まってるっていうのはあっちゃんの登録者数が一番300万人で多いからまあそこから順々に下ろしていきましょうっていうね、うんうん、誘導やね、うん、誘導誘導うまいことやってはるよね、うん だからもうそこら辺もなんかすごいニューズピックス的な考え方になっちゃうのね。うん、うん、そうやないやまあでもオーナーの試験運営試験でおもろかったかな確かに、うん、それはその熱量で見たらまだ,だら改ある種改善の余地っていうのはたたき台でもあるからうん、うん、前回も手越君の300万再生とか400万再生言ってんねんけれども、うん、まあ そうやってアップデートをさらにしていくことによってもっと分母が増えていく番組になるわけやから、うん、だからそういう提案はあっちゃんも喜んでくれはるかもしれんよね今、うん、ざっと見てる限りやっぱ絶賛が多いのよこの番組、うんうん、でも見方によってそれはそれで危険やもんなそこで終わっちゃうから、うん、そこが取りこぼしてる部分も見た方が絶対にもっと広がるし、うん、でさらに宮迫さんがテレビに戻りたいっていうのをゴールにしてるんやったら じゃあもっとそこのパイを増やすのは絶対に必要になるからねテレビって言ったら。誰やったっけなこの前聞いた、うん、芸人さんかなんかで段、はい、あの劇とかで芸するんやけど常連さんしかこうへんって言って。うんうん そそれはああかんっそうあの、ま、っちゃんやな、ま、っちゃんが漫才ライブをしいへん理由がそれでああ結局俺のファンしかこうへんダウンタウンのファンが来てダウンタウンのファンが笑ってるだけやったら意味がないっていう全然知らん人たちを笑かすことこそが俺の喜びやからっていうのはね、うん、そこの、まあ、それもある種自己矛盾でもあんねんなファンがすでにいる状態やから、うんうん、で自己矛盾って言ったらその宮迫さんのチャンネルも YouTube やってるのの,のゴールは テレビに戻りたいっていうゴールがあるにもかかわらず YouTube で盛り上がりすぎてるっていう、うん、宮迫さんのチャンネル登録者は宮迫さん、ゴールしてねって応援してチャンネル登録してるんやけれども、うん、宮迫さんがテレビに戻ったら YouTube の更新頻度も下がるし絶対に物理的にそこの自己矛盾っていうのもあんねんな宮迫さんにおいて。うん うんだそこもどういうふうなゴールを終着点を持っていくんやろうなっていうのもねなんかもうみんな死ぬ気で死に物ぶりで考えたはんやろうなっていうのが、ねうん、あってまあほんまに楽しみやしなんか参考になるし勉強になるし面白いなという感じかな、うん、あとはまあ、うん、プペル見に行ってもいいかなっていう思ったなちょっと<う>なんか<う>あれ4度 C やねしかもアニメの制作が「テコンキングリード」とかね。 っってなってなね、うんでまあ、ねで西野さんの熱い思いもなんかが作品にこもってるんやったらちょっと受け取ってもいいなって思えたんであとあっちゃんの「ンサロン」にもねもしかしたら入るかもしれんかなちょっと、うん、飛び込んでみてもおもろいかなって思えたななんかいいなおもしいなと思ってね、うん、そんな感じで明日はね「1> はいえー、m 1グランプリ2020」のにねお喋<う>ろうと思って日, <laughs> 明,日明日ですよ いろいろあったもんなも今年いろいろあったしで俺は俺で去年漫画のショーレースね規模もジャンルも違うけどショーレース出た人間として思うこともちょっとあってうん、うん、それもちょっと話したいなと思うんでねもしかしたら M1 の話もするかもしれないのでお楽しみにとい感じですねはい、はい、ということでウィーミーミ特集でしたはい、はい、えー、中田あっちゃんチャンネル登録ぜひはい宮迫さんコメントぜひ